最近法律で規制されていない合成麻薬の LSD に似た成分が入った製品を摂取した人がマンションから飛び降りて死亡する事件が2件も発生したのだ。危険ドラッグって法律で規制されるとそれに似た新しい成分が作られるいたちごっこ状態なのだ。専門家も絶対に安易に使用しないよう注意してるよ。今年の1月から2月にかけて都内に住む22歳の女性と西日本の大学に通う20代の男子学生が LSD に似た成分が入った製品を摂取した後にマンションから飛び降りて死亡したのだ。その女性は東京新宿区で 1DLSD と書かれた製品を摂取した後マンションの8階から飛び降りたのだ。 1DLSD はインターネットで購入したものだったのだ。一緒にいた男性の説明では女性は接種後に急に様子がおかしくなって新しい自分になるとか飛んじゃうなど意味のわからないことを話した後男性が目を離した隙に飛び降りたのだ。20代男性のマンションの部屋からも 1DLSD が見つかったのだ。警視庁や厚生労働省の麻薬取締り部はこの製品を摂取したことで錯乱状態に陥り飛び降りにつながった可能性があると見ているのだ。厚生労働省は2人の死亡が確認された後に 1DLSD という名称で流通している薬物が含まれる製品など6種類について医薬品医療機器法に基づき全国の店舗やインターネットでの販売を禁止する命令を出したのだ。でも大麻や LSD などの違法薬物に類似した危険ドラッグは法律で規制されると未規制の類似の成分が作られるいたちごっこ状態が続いている。薬物の有害性に詳しい湘南医療大学の船田教授は新たに合成された危険ドラッグの中には非製薬物よりも強い作用を示すものがあり規制されていないからといって安全なわけではない。危険ドラッグを使用することは自分の体を使ってその有害性を調べるような非常に危険な行為で安易な使用は絶対に避けてほしいと注意を呼びかけているのだ。この動画が気に入った方は高評価、チャンネル登録をしてほしいのだ。